もう手応えしかない、うん、そうだね、そりゃそうか、革命を起こしたんじゃないかなと、うん、まあでも相方がそうっていうのとそうなのかな、俺はでも必死だったから、ね、あんまりそういう手応えとかあんまり感じ取れてなかったけど、見えた、見えましたね、見えたみたいです、まあそれぐらい金字塔を打ち立てたと思います。ちょっと俺やっぱり乗るのやめます。基本ごめんなさい、古いのよ。あれでもあお父さんのボケが、あ、そうですか、はい、いっぱい出てきましたよ。いや出てきたよ、トラさん、うん、ミスター、あと長島ね。ちょっと今令和なんですよ。あれちょっと1個令和ネタがゼロってのはまずいよ。あら、発想ですか。これ俺ちょっとヒヤヒヤしてます、うんうん、俺も気持ちよく突っ込んでたけど、まあ、ゼロの可能性あるよね。だから俺喋ってないよ、誰も出てきてない可能性がある。ただただ台本を読んでだけになってる可能性ありますよ、うん、ボケが全部古すぎるということで、はいはい、これ見ないと意味が全くわからないんで、僕のことね、坂本先生役だけだと思ってるんですよ。俺もそう思ってましたから、いろんなとこ出てる。なんならカメラもやってたんでしょ。やってましたね。でメイクもやってましたメイク、お姉さんに扮してメイクもしてました。まあそれを探してみるのも楽しいね、うん、そうです、そうです。その僕らの話を聞きながら、これ二郎さんだったんだっていうの、二郎を探せた、うん、まさに、うん、ちょっとやってみましょうよ皆さん、はい、それはどうやら本人が言うんでね、はい、はい、1月20日発売ですから、はい、ぜひとも皆さん買っていただきたいなと思います。僕らのメイキングもやりづらいんだよ、首だけでやりだしてるんじゃねえかお前、操り切れてねえんだよ。僕らのねメイキングナレーションもね、ぜひとも聞いていただきたいなと思います、はい。